ですね、前回の続きの時間がやってきましたと。基本的にお金がないんだよね。木をいっぱい植えております。これバツボタン押さないとね、お金がないんですよ。お金がないときは新幹線でも見て暇つぶしをする。空港の近くの駅、23人しか乗ってない。それはマイナス40になりますよね。ちょっとバスからちょっと見ていくかね。これ乗ってないんだよな。これ削減でしょ。痛いでしょ。迷うね、減らすかどうかは。100人乗るからな。でもなんか結構乗ってるからね。これ減らそうかな。25%。300人待ってんね。増やすか、新幹線。ああ、間違えた。新幹線の次。
なんで消えちゃうんだろう。なんで同じ作業何回もやんなくちゃいけないんだよ。勝てなかった。詰まってます。満員ですね。多分スポーツ大会が行われるときは満員なんだと思うんだけど、到着したときにもうそれが終わってる可能性もあるんだよね。そこのところをどうやってるのかね、ちゃんと考えられているのかな。
あ、でもこれ空港に行く人が目的で乗っていたかもしれないね。16人8万円台の今木を植えるブームになってますからね。木を植えていきます。パインね、パインもいいけどね、これ竹だな、竹だ竹だ竹だ、あ、ここ竹植えてないか、これって竹かな。じゃあ竹じゃなくてね、もうお金がない。という前にお金がなくなっちゃった。セーブしとこ。ああ、トロフィー向こうになってるな。あ、いつからかな。知らない間に向こうになってた。今までやったこと全部ダメかもね。今日この動画始めた時から。やだな。向こうだよ、これ。いつだよ、ここも。あれ、今日、一回セーブしたときはもう、ダメだったってことかな。あれ、今日何回もセーブしたと思うんだけどな。そのときからもうダメだったのかな。なんでだろう。何やってんだろう。今日始めた時からもうダメだったのかな。ああ、この動画が始まったところから始まりです。なんてこった。なんてこった。なんてこったい。ああ、この動画が始まったところに戻ってきました。情けない気持ちでございます。もうやめちゃいたいぐらいの気持ちでございます。このトロフィーがね、無効になっちゃうんだよね。急になんか出てくると、嫌なっちゃうな、本当に。この作業もまたやらないといけないってことだよね。このゲームの欠点だな。もうシティーズ2のことしか考えてないんだろうね。もう1のことなんかどうでもいいんだろうね。
バツ。ため息は止まない。ため息は止まないよ。試合に勝ったみたいだけどね、フランスは困るな。ここは全滅だね、なんか。商品は取りません。バツ。
か自動的になっちゃうんだけど、これないんだよ今。金ないんだよ今。もうムカつくな。さっきのセーブポイントに戻ろうか。余計なことやったな。ことやっちゃったね。せっかく壊したのにな。学校とか大学とか建てる必要性があるかな。でもね、しょうがないんだよ。学校が足りないんだね。
今やったわけじゃないよ。前からそうなんだけど、ボタンを押し間違えただけなんです。間違えた。ああ、よかったね、今。危なかったね、今ね。ああ、もうなんだ、今、ダメかと思ったよ。危ねえな。時間しねえかな。今度お金入ってきたら学校をちょっと増やそうかな。大学どうなってたかな。小学校をまず増やそうか。10人乗せThat's...
学校建てましょう。大学も建てられるかな。大学7万円ぐらいかかるのかな。ここ小学校
偏僻なところをバス路線設定しようか。変えることはできないけどね。でもね、変えたくないんだよ。やっぱ借金地獄より嫌なんですよね。
信しないことが幸せなんですよ。お金がある。もうお金がなくなった。バツ。大学もっと建てる？満足してます。ここはここまだない。悪いな、駅から遠くて。近くにあんじゃんかよ、これ。無駄な高校たちしちゃった。バツ。10万人になったけどね、税収が変わらないみたいだね。税収変わんないね。税収変わんないね。変わんないね。税収変わんないね。これちょっと余ってる年があるね。おお、ここに自然公園作ろうか。あ、でもここね、湖がない。
水辺がないからな。水辺もちょっと作って。自然公園にもね、水辺が必要なんだ。バツ。道が途切れてるところに、ね、道を作って道行けるんでしょう。この辺に駅が欲しいな。まだこっちの遊園地はできてないんじゃないかな。なんだマイナス35って。甘いだけが恋じゃないと初めて知った。隣にいて いたけど惜しい。
マイナス50万。マイナス50万だよ。赤字が膨らんどる。膨らんどるよ。膨らんどる。膨らんどる。グランドール。なんでこれ変えられなくなっちゃったんだろうな。お金がないからダメなんだ。そういうことか。マイナス60万すごいな。このバスどうなったんだろう。次回に続きます。